榊豊、中日に激怒。元横浜、日本ハムで活躍した野球評論家の榊豊氏が1日に自身の YouTube チャンネルを更新。保留者が続く中日の契約更改について、持論を展開した。中日では、先月23日に小笠原慎之介投手が交渉に臨み、年俸6600万円からのアップ提示にサインせず、保留第1号となった。その4日後の27日には、柳裕也投手がこちらも年俸1億800万円からの増額提示を保留。エース級2人が犯行をさずに席を立つ波乱のスタートとなった。チャンネル内では、2人ともに早い時点で球団から一度話をしようと言われながら、その後、音沙汰もなく、いきなり公開の場になった話を紹介。静かに経緯を聞いていた高木氏は、多忙のため、会えなかったと球団幹部が明かしたことを聞くと、多忙っていうのは言い訳だよな。選手一番、ファーストでショート、憤慨したように話した。高木氏は続けて、した交渉の重要性を力説。保留って印象が悪いじゃない。それを避けるためにした交渉をするから、向こうの方がしたがるんだけどと前置きした上で、選手が話をしたい、というのは伺い知れるよね。普通に考えたら、どうやったら優勝できるとか、どうやったらチームが強くなるとか、そういう球団と選手の考え方を話し合うとか、そういうことなんだろうねとプレイヤーサイドの心情をおもんぱかった。コミュニケーション不足が生んだ保留劇。高木氏は、球団の方は何を言われるのか、怖いのかもわからないと推測しつつ、契約更改の席って、いろんな意見交換をする唯一の場所なんだよねと、選手の気持ちになって、理解を示していた。中日のフロントは素人以下だもん。これでもって、中田に6億も出したら許さんぞ。入場料返せばかなみとアホにち。この人は、現役時代から言ってることは、変人だけど間違ってはいない。選手からビジョンは、なんて聞かれる球団だからね、ビジョンが未だにないということ。終わってるよ。ほんまに球団社長はクソやな。こんな奴しかおらんのか。誰かて忙しいに決まってるし、時間は作るもんやろ。チームの功労者相手に舐めんのも、大概未成や。大丈夫か。中日は、トラブルが多すぎるわ。だから弱いのか。中日はもう身売りしたら？選手も事業主だから、見積もり出せばいいのに。優秀な会社なら、貧乏にならないからね。立浪が、でごまかすことはできないね。要はこういう体質だから、低迷しているのです。いい選手多いのに、ほんと残念な球団ですね。所詮、監督にもなれない器なんだから、ぐだぐだ言うな、当地の息子が言ってます。